はい、それではアコギで弾こうスライドギターオープン G 編のね、3曲目の練習曲になります。今回はですね、オープン G でよく演奏されるね、ローリング&タンブリンみたいな、コード進行でね、少しマディウォーターズ風のフレーズを入れてみたりとかね、しながら、16ビートのデルタブルース風に、曲を作ってみましたので、まずは聴いてみてください。という感じになりますね。ではまずイントロからいってみましょう。これはですね、このバーの先端をね、この先端を上手にこう角度をつけて、こうごめんなさい、4弦にこう当てて、他の、ね、弦にバーが触れないようにしながら弾いていきますね。こんな感じになりますけども、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ベースはね、もうずっとこの5弦をこう単音でね、同じ音でベースをこう一拍ずつ刻んでいます。その裏拍に4弦3フレット、4弦5フレット、そしたら次は3弦で3フレットプリング、次は5フレットプリング、3535っていうね、簡単な、構造になっていますけども、1と2と3としてなんですね。最初は8ブラで1と2と、そしたらタンタラタタランのリズムですね。それもう一回、5ビブラートかけます。で、タッタラッツタランです。で、3小節目は、1、2、3、4、って形になりますね。1、2、リズムは全部8分音符というか、8ビートになります。1、2、ごめんなさい。今みたいに、バーの先端が、このね、ベースにこうやって、ベースをガシャンって言いますよね。わかりますかね、このガシャッと音、これなるべく少なくしてもらえればなと思いますね。ちょっとアップテンポのブルースなので、多少ガシャッていうぐらいはね、かえって効果音でかっこいいかもしれないので、耳障りでなければ多少鳴っても構いませんけども、なるべく先端はこのベースに触れないように、ね、触れないように気をつけます。1、2、3、4ですね。3トーの後タップです。こう弦をチッて叩いて、あのパーカッシブな音を混ぜて次いきます。3と4と、このね、3フレットに行くわけです。そしたら4小節目はドッテリスティリン、この3弦でやってたドッテリスティリンのリズムを4弦でやるだけですね。タッタラタッタランの後ね、ドッタラダです。ダッタラスタランドリアナっていうね、フレーズで次の A パートに入る感じを出していきます。3フレットストロークですね。で、開放アップダウン、こんな感じでしょう。はい、で、メロに入るわけです。で、ちょっとイントロ流しますね。タッタッツ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 ッ、これがイントロです。そして A メロは C コードから入りますのでね、この5フレットになります。5フレットをキープして C コード、これが1小節目、5弦1弦、そしたら4弦3弦1弦ですね。トンタンタタタンになりますね。リズムはトンタンタタタンタンタン、まあ、タタタンとタタタンタタタンです。ドンタンタタタンタタタン。で、その後ドン、また5弦1弦、今度4弦ベース解放で3フレットいきますね。
まあ、B フラットコードのような感じですが、まあ、C7 という形で3フレットいきます。で、解放したら3弦を落とすわけですが、この時はね、ちゃんと上下を挟んで3弦で3、2、0。弾いてください。これが C コードですね。1と2と3と4。1と2、解放、3と4と。そしたら G のリフがきます。これはイントロとは違うリフでね。こんな感じです。まず解放で、5弦3弦3フレットドゥドゥで、次3フレットでティーテレー、これもね1本ずつ弾くのでちゃんと挟んで3弦4弦でプリングですね。ドゥドゥスティーテレー、でまた、5弦3弦の後に3、5ってなります。これはねつまんでこう人差し指中指でチャッチャッって言ってもいいし、ストロークでチャッチャッってね、1本指で書き上げてもいいですし、2本当てても OK ですね。2回目は、5弦3弦の後にタラタラになります。両方プリングになりますね。そしたら5弦弾いた後になります。5弦弾いたら、はい、マディオーターズがよくやるこの12フレットの1弦2弦3弦順番に弾くだけというフレーズになりますね。 G のリフもう一回いきます。1と2と3と4と1と2と3と4とです。そしたらまた、C コードになります、ね、さっきやったやつと、前半は全く一緒です。5弦1弦タッタッタですね。4弦3弦1弦で2弦を4フレットから引きずって3弦に行って5弦のベースと落とします。そしたらその次の小節は8フレットいきます、ね、8に行って5弦1弦4弦1弦解放、そしたら T になりますね。 C を1回引いて解放を混ぜて、また3弦の3、2、0という形になります。1と2と3全く同じものを弾きます。昔、2回目の C ですね。これは1と2と3と4 8いきます。1と2と3と4とですね。この5フレットのところは親指でダウンしてもストロークしてもまたつまんでも大事です。ただその後のストローク、ごめんなさい、その後の解放は、ね、ストラミングっていう形ですね。あんまりこう手首を使うんではなくて、ちょっとデコピンっぽくこういう風にね、ストラミングしてくれればいいと思います。はい、タンタタタラタンで G のリフ、3フレットプリング両方プリングの後に12フレットで落とすという形になりますね。そしたら次はね D コードになります。7フレットですね。まずベース5弦弾いたら1弦2弦をストロークで書き上げるような形で、パー、そしたらタタッと、ドンタンの後に5弦4弦5弦でタタタンっていうねリズムを入れます。1、2弦がヒャーンって伸びてる間にこのベースがこうね変化するわけですね。ドンタンタタン、そしたら解放入れます。タンタンティーです。1とタッタッタンの後に解放で3弦4弦裏拍ベースになりますね。そして、その後は2弦の6から7にスライドして3弦の7に落とします。これが D の7フレットのところのフレーズになりますね。なかなか複雑ですね。伸ばしながらタッタッタンで解放を入れて、もう一回7を6、7、7で
次はラテルンローリンタンバリン風の、リズムになりますが、最初これね、この4弦を人差し指で弾きます。そして035をね、5弦の35を親指で弾いてタタラン。そしたらあとは8分音符で5373で伸ばして0になりますね。リズム的には1と2と3と4とで、解放。この解放はもう次の G のコードがシンコペーションでね、 G コードに入ったという形になります。 G のコードかではなくて G のコードに、シンコペーションでツッダーンっていう風にね、シンコペーションで入った感じを出してもらいます。ね、反拍前に入ったよっていう感じをしっかり出すのがポイントだと思いますね。7、3、0。そしたらこれは先ほどと同じ、G のリフになりますね。シットで入ったら1待ってと、1の裏にまた3弦の解放を入れます。そしたら3フレットで、3弦4弦で3号いったら、次はまた3弦4弦プリングとね、弾いてもらえると、これでした通り、A メロというか A パートが終わるわけですね。D の後に、あ、ごめんなさい、 C の後に G のリフ、 C コードの後に G のリフで、最後 D コードの後に G のリフって形でね、進む構成になっております。普通のブルースのね、1411みたいに進むね、コード進行の形ではないのでね、その辺も注目してみてください。じゃあ A パート通してみますね。計算してもう一回 C 解放30ダラダしっかり挟む G のリフ、また C タタタ8タンタカタラタンのリズム、次は D 解放入れてもう一回7いて、シンコペーション、はい、という感じになりますね。こう16ビート感満点の、リズムになってますのでね、遅れてしまわないように最初はゆっくりのテンポからね練習してください。でエンディングは基本的にはこれイントロと同じです。なのでまたバーの先端で4弦の3号、次は3弦でプリング、ドニドタンタラツタラン、同じですね。でまたバー3小節目は叩いた後にこのね、3フレットいきます。もう一回タッチビブラートかけて5いって3で4弦でタラツタランですね。タッタラツタランでイントロは300だったのを530にしますね。ここがちょっとイントロと違います。ドッペルチュン530よろしいでしょうか。ドッパラツタラン5をしっかりいって3でアップ0でエンディングのフレーズを弾きます。感じになりますね。ベースを弾いたら次単音プレイになりますので、また2弦にこうねミュートを置いてで挟んで2弦に移る310 30、次3弦に移って30ですね。310 3弦の30、そして020になりますね。タタタンテリリリタタタン、ここで全部右手がミュートしながら降り出てますよ。で2320を、1回のピッキングで出します。スライドバーで2320プリングしたらもう1回ベース弾いて530ベース、そして、はい、1弦でこう5に持ってきます。2段階で持っててもいいですしね、ゆっくり持っててもかっこいいと思います。とにかく終わった感じを出してもらいますね。または、まあ、素直に終わってもかっこいいかなと思います。1、2、3、4、5、6、7、8
エンディング通してみますね。1と2とうったらつたらん、1と2とうったらつたらん、1と2と3と4と1とうったらん、最後にこの語源の解放をブーなんてやってあげたらね、ビシッと終われますので、はい、ではですね、一応これがこのオープン G のね、練習曲3曲目の練習曲の、弾き方なんですけども、またね全体をリズムに合わせて、通してみたいと思います。 始めたはずが、最後は気持ちのいいテンポまで走ってしまいましたが、タッ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 とかスカタンみたいな感じなんでね、これつい気持ちがこう流行って、早くなってしまいがちな曲なのでね、なるべくセーブしてね、最初はゆっくりめのテンポで練習してください。そうしないとね、ドッタラスタタンとかがねぐちゃぐちゃになっちゃったりしたら、なかなか曲が完成しませんのでね、最初のうちにしっかりリズムを、把握してしまうことが、曲を早くマスターするコツだと思いますのでね、その辺のリズムにね注意して練習していただければと思います。それではね、このオープン G 練習曲3終了いたします。